給様には、この崖騒動で1ヶ月生活していただきます。待って、やるんだね第3シーズン。いや、お来にしますです。ジャンボ高尾と申します。いや、リノでございます。よろしくお願いします。俺勝って冠番組欲しいね。それの意見にやりゃあわしいな。これでこれうっすー放送楽しみにしてくれたりしてるし。あー、またこれだ。これは前代未聞です。サイキャラシャダシャダサイキャラシュバシュバシュデシュデ。何やこいつ。崖スロソーシーズン3。始まりました。リノさん、よろしくお願いします。いや、お願いします。ジャンボ高尾と申します。どうぞよろしくお願いします。リノでございます。よろしくお願いします。いやー、お聞きしてますよ。聞いてますか。何を聞いてるんですか。過酷な収録だと。いや、すごいですよ、はい、今日相当やばいです。やばいですよね。めっちゃんこやばいです。もう岡野さんに聞きました。岡野さんどうでしたって言ったら、はい、何にも覚えてないよ。ジャンボさんはこの崖スロッソ自体は、はい、あのシーズン2を見ようと思って、はい、そしたら総集編っていうのがあったんです、はいはい、バーズチャンネルに。 ありがたいと思って総集編見ようと思ったら2時間40分あったんですよ、はい、ごめんなさい。俺総集って言葉が俺一回辞書で調べ直しましたもん。2時間40分はタイタニックなんですよ。それを一応3時間弱を、もちろんです、見させていただきました、はい、っていうところとプラスもちろん翔太さんは知ってる。そうなんですよ、まあ、自分本当吉本で芸人やらせてもらってるんですけど、 そうですよね、はい、それで後輩で、あ、で、あのプリズンクイズチャンネルってコンビ で、ね、YouTube をやってるんですよ、はい、見たことないですよね。はい、わかります、わかります、はい、めちゃくちゃ面白いんですよ。この芸人が今の時代こんなに体張るみたいな。全身に蜂蜜塗って森に行って虫に刺されるかとかやったり。めっちゃやばい。すごくないですか。マジで昔のテレビみたいなことやってんすよ。これ多分 4,5 時間動画ありますんで。楽しく見ましょうって感じですね。最強の勝負勝負最強の勝負勝負。リンゴの輸出量だからこれは。どういうことだ。ます。私ミラージュTVメンバーのキュウです。発生中。初日？ん？ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。今からあの一瞬の方々の中から誰かが出てくるんですよ。よう読み取りましたね。はい、なんか全然よく分からなかったんですけど。今から出てきますね、誰かが。そうなんですか。はい、今の4人の中から選ばれた人がここから出てくるってことですか？チャンネルの視聴者が引き込めないよ。だからそうやっていろいろね企画考えてるから、よろしくお願いします。次。文句っぽくなってたぞ。文句よ、だってなあ、ずっと思ってた。一対一に対して。あとお前こっち目見てみろ。緊張でめちゃくちゃ目充血してるじゃねえか。緊張しちゃってるよね。で多分翔太さんに関してはすぐ自滅するから、ずっとそう。でも勝ってんだよ今。あとはその勝ち方をどう見せるか。華麗なスロットの立ち回り見せてやんや。はっつー。自滅するような立ち回りをするんであれば私も真似しましょう。自滅していきましょう。でお互い面白く番組作れたらなと。まず翔太さん、2人で会った時に絶対あのギャグやります。ここチャンスです。ここ見てる。残り翔太を出す前に頭つかみます。叫びそうで、私大きな声でしゃべって、あっ、こうやると身につぶれるんですよ。叫びそうなんです。そうじゃ、ああああああ。だから本当演者を目指してる方とか、はい、で TikToker の方とか、はい、あと気になりましたね、このおじさん普通の、はい、山本慎一さんですか。おじさんの名前ですね。山本慎一さんだ。失礼ですよ。あ、すいません、失礼しました。失礼です。え、あ、ご結婚もされてて、夢追い人なんだ。本当にかっこいい。あ、ちょっと
山本慎一さん。山本さんお願いしたい、はい、よし山本慎一。いや呼び捨て、呼び捨て。慎一さんお願いします。本当にさあ目隠しをした初老の兄貴。しかも初老っすね、50なんて。あ、なんといってももう我らが正田は、いやもうもう安定の正田、本当に面白いですからね正田さんは。安定の正田が降りてきましたね。あ、来ましたよ。何、おい、じゃあ何か言って。ちょっとごめんなさい、ちょっと待ってください、はい、声が若いなぁ。え、あの人っすよね、もう。はい、間違いないです。で、僕、はい、これセットあるじゃないですか、はい、あ、そうですね。で、まあこれ右にあるパンダのやつとか、はいはい、これ正田さんが以前部屋に置いといたやつです。見ました、ゲットしてましたね。じゃないですか、はい、で、じゃあもうさ、はい、左見てもらっていいですか。これ、色紙にも認識って書かれてる。ネタバレしてる。もう、実は、僕実はもう分かってたんですよ。うわさっき、さっきからもうこれ見て。でじゃあもうこの時点でちょっと冷めてたんですね。もう冷めてるんですよ。あの演じやってました正直なところ。じゃあ何、何の音、超怖い。あ、正直意地悪して。もう 何人かいる。じゃあほんま撮っていい。もうスタンバイしてますよ。撮るで。お撮りください。発生するぞ、もう発生するぞ、始まった、発生するぞ、もう発生するぞ、発生してる。サッキャーのシャダシャダ、キレが今日もあるな、翔太は。サッキャーのシャダシャダ、かまいたちさんも大好きなギャグ。これ食べてますから。あ、食べてる、食べてますから。相手ので食べてる。あ、シュダシュダ、え、こいつ。はい、じゃあ漢字の勉強していくな。この漢字の一角は、いいですね、いいです。先生、それってやっぱ中からっすか。中からっすよね。ちょっと吉本なんだ。右、あ、右の中段みたいな。いや、だいたい左からだろ。え、左、あ、窓2の紫菜奈や。おい、翔太、あ、いなかったぞ。見たぞ、オーディション。いや、見た、うん、見てくれた。ちょっと待ってください。このこいつ嫌いです、僕。はい、ま、ちょっとレオさん、ちょっと待ってください。ほら、こんな面白い顔してますよこんなに面白い顔してるのに。いきなり正田さんに対して初対面なのに敬語使わないわけですよ。なるほど、こういうやつはダメですでもレオさん切ります。レオさん待ってください、はい、西急にもうちょっとだけチャンスをこんな顔、いいやつはいいやつですってこんなに面白い顔するんですから。はい、西急の中この顔してる時の正田冷たすぎるって正田どうも、パチロゲーティクトカーの西急です。あつーかーじゃーん。あつい、もうあついっすわ。面白い、しめしめ顔だったな。すごいボロアパートですね。そうなんですよ。あ、すごいとこに。そうなんですよ。でも翔太前まで車に住んでたから、これでももちろん幸せというか、いい方だと思います、ね、はい。おはようございます。おはようございます。待ってたよ。いや、もうなんかやるんだね。旅にやっぱ老けてますね。老けてますよね、これは。楽しみにしてました。はい。なんか思ってやりましたね。全部出してって言いましたよね。あんた姑の才能あるよ。回収です。会いたかったの、翔太。俺だってお前とやりたかったよ、この野郎。ああ、知ってんのか、俺のこと。あれだろ、パチンコ関連ワードで、あの、ふざけてるやつだろ。いや、言い方悪いな。今日の知り合いで、今日の…やばい。そうだ。ちょっと待ってください。ちょっと待って、違う。でも、レオさん、聞いてください。いや、僕も聞いてください。俺やっぱ好きじゃないです。ごめんなさい。うわ、めっちゃ子供。いや、もう大人だったらマジで普通に話し合いましょう。すごいな、西君。ダメです。すいません。いや、もうマジで。止めない。最悪。お前が主役じゃない、俺が主役だ。バトル。ああ、最悪。ちょっとマジで芸人ティクトッカー、また異常者じゃん。
お前が最悪なんだけど、お前が一番嫌いなタイプ。うわだる。今世の中でね、舞台でネタする時代は終わったの。今は時代は SNS、 わかる？ユノセン。それはそう。ちょっと待って。いやいやいや、僕も今のは聞き捨てならない。はい、元芸人にそんな言葉言ってほしくなかったんですよ。じゃないですか。はい、なんでやっぱ舞台は大事だと思うんですよ。一番大事です。やっぱ芸人はネタですから。だから俺はこいつは嫌いだ。お前も嫌いになっちゃう。やばい。俺はもう指さす。やばい、今のところ嫌いだ。 MC2 人で震え上がるぐらい嫌いになっちゃう。錦鯉のことダメだ。もう仲良くやりましょう。まあまあまあ仲良くはして、ハグして。でもまあライバルだけど、ね、まあライバルだけど、まあ、ハグしてさ。 OK。なめんなよ。真剣化粧だ。なめんなよ。いけ。ガキがよ、ほら。うらやまったくよ。化粧だ、負けるな。俺はもうマジで今回なくなると思ってたから、崖ゼロ層が。俺勝って冠番組欲しいんだよ。それでいけ、うん、やりゃふさわしいな。いいよ、そうだ、ボコせ、錦鯉を。いや、本当に。お前のメダルパクってやるからな。もうダメだろそれは。ルール違反だ。ルールは乗っ取れよバカが。いいから早くダサいじゃん。これだから翔太がパチスローでボコボコにしてほしいですね。いやそうなんですよね、本当に。恥ずかしいぞ。正直もう上がってほしいです。卒業してほしいです。そうですよね。俺は翔太に、はい、でもそうなったら大丈夫ですか。西球残りますけど。あの僕来ないです。降りちゃう。はい、降ります。すいません。後半上どうなんだ。どうよお前。くせくせくせ、ちょ待って、くさい。なんで、あ、なんでこんな臭い。それは前住んでたやつがもう臭いから。なんかすごい完全になんか納豆みたいな匂いするよ。ちょ一回一回行ってみて。くっさ。いや臭い。無理無理無理なんだ。ミヤモンさんが臭いってことですね。要はあのまあっていうことなんですよ。うわーすごいな、生活感が。はい、あ、電気もちゃんともう通ってるんだ。ええやん。あ、全然住める。なんこれ。置き手紙してあるんやけど。1ヶ月頑張れ、ミヤモン。ミヤモン優しいじゃないですか。臭い人っすね。みんなが知ってるのは、この下っぽはでかい。頑張りますよ。ガキソロソールール説明。錦鯉様には、この崖スロソーで1ヶ月生活していただきます。基本ルールは以下の通りです。1、1ヶ月間パチスロを打ち、その景品交換のみで生活軍資金は5000枚。2、期間内5回持ちメダルがなくなった時に限り天国と地獄カードを使用することができる。3、期間終了後持ちメダルが多い方の勝利。ガーデンチャンネルにて冠パチスロ特番を贈呈。4、今回から家具をメダルに売却できます。詳細は裏面を参照。実は、はい、今回からちょっと1個だけ新しいシステムを加えてみました。新しいシステム。家具をメダルに売却できます。あれやもうこのエアコンとかを売ってメダルに変えることができると。はあ。ちょっといいですか、はい、ちょっと待てー。ビュージャギめっちゃうめえ。、ね、冗談じゃないよ。いやレオさん、洗濯機とかだってなかったらそホールやばいっすよ。だって匂いとか臭い場合はホール来ないでください。もう終わりじゃん。そゲームオーバーじゃん。いや200枚ぐらいあってもいいと思うけどな。わっ、家1000枚がある。1000枚。え、もう崖スロソーじゃなくなっちゃうの。え、あれは天国と地獄カードはもうなし。今回からうんなしで。なし。剥ぎ取りシステム。うわー。え、ちょっと1個確認なんで。これ結構しんどいっすね。より残酷ですね。これはきつい。やばっ。うわやばいやばい。こう生活できなくなってくっていうスタイルですね。なんか、うん、あの現実とリンクさせすぎじゃないですか。差し押さえ的なより過酷に。なんかほんと生々しい。いや、やばい。あれうわ、めっちゃいいやん。ちょっと熱。うわ、似合ってる。ダッサー。うわ、いやいや、めちゃくちゃいいやろ。ダッ
さあ、まあ、自分の方がダサいっすからね。黄色のショーだ、坊主ショーだ。入れろよ、ちゃんとジャージこれ中に。恥ずかしい。いや、入れないだろ。入れろよ。お前入れるんだろ。ほら、俺入れてるよ。ああ、俺もっと上げてる。ああ、俺お前より高いっすよ。これでいいかな。痩せてる、お前。うまくなさそう。ちょっと俺が…おい、西君さんもう右に構えるじゃん、もう右あんじゃん、もう。西君は左寄りっていうのがよくわかりますね。で、翔太は、そうっすね、なんかもう…これもう、女性翔太は女性行くぞ。どこに。北戸田だよ。お前道わかんねえんだろ。うん。最初だけ教えてやるよ。あ、優しい。俺後ろついてこいよ。うん、ついていく。俺早いからな。うん、でも追い越してやるよ。本当この現場狂ってるんですけど、楽しいですよ。楽しいですね。本当に。早く行けよ。仲いいね。この二人。チャリで行くんだろ。お前のチャリこれな。え、俺もこれ。俺。ちょ待って、そっちの方が良くない？ちょっと並べるわ。何しずこれなの？じゃあなんかこことかほらやばいってこことか。渋っ。これ汚しってやつでしょこれ。いやかっこいいマジで。ないから。うわえすごっ。チェーンとか黄金じゃんだって。めっちゃ錆びてる。じゃあお前のめっちゃいいやん。ちょさっき鍵はもらったんや。あだからもうこれでしょだって。ちょっと負けるな。これほんまにその昔のやつじゃん。ああ。いやこれ開くでしょ。昔の。ほら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 。おもろ。さすが。ちょっと追いかけてる。西君。ずる賢いやつですね。いやいや。ああ。なんか求めてましたね。自分で。マジ似合うんだよ、うぜえな、あいつ。最悪なんだけど。いや、初めての広いな。めちゃくちゃ悪い。いや、でも楽しみですね。ここは何選ぶかっすよ。西君が実はガチ寄りだったりしたらね、なんか。あ、かもしれないですもんね。おってなったりしますもんね。どういうちょっと A タイプとかがいいかな。あ、そしたら、まあ、初日なんでね、あの、花から、花でちょっとあの様子見たいと思います。そんなに今日はまあ言うて景品交換するだけやし、様子見ってことでまあ A タイプの花選手をいきたいと思います。さあ一発目、花鳳凰スタートしたいと思います。まあこれでね、そうね、500枚ぐらい一旦増やして物資をね、いろいろ手にしたいなと思います。まずは物資を手にすることが大事なんですね。何もないってことですもんね。いいね。おおつー、うん、出たっつ。200枚か。早いですね。早いですね。ビッグ行けば。バーゲー。レギュラーと。ちょっとビッグよ、ビッグ。ビッグ目指して。頑張りま。1200ハマれ。西君。よいしょー。我らが勝負だ。よーし、マジ始まるぞ。時間実践なんですね。って感じですね。はい、うん、俺が最初にペカらせる。ちょうど早くペカって。これ分かれますよね。おお、優しい。あ、だからさっき言った通りです。レギュラーの可能性がちょっと上がっちゃう、ね。なるほど。やっぱプレミアが絡まないと。そうなんですよ。頑張れ、ビッグ引けても。ああ、バケ。案の定。まあ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 、でも。でもこれが好きな人多いんでね。いいスタート、いいスタート。初ですよね。早い早い。ナイスナイスナイス。いいよ、早い早い。セミア頑張ってろ。いやー。すごーい。すごいよね。はい、ということでまずメダルが一箱ぐらいですね。いやこんな感じ。いやめちゃくちゃね。こんな感じになっちゃうんですよ。ちょっとやっぱ過程を見せないんですよ。今日のところはもう物資パパッと取って先に、ショーダイル先に取って、あ、家帰りたいと思います。あのしゃ。あいつんこと泣かしてえなマジで。初日で泣かしたいんだ翔太は。なんでなんで。俺ほらあの先帰るからよ。早くね早くね。初日だから危ないから。
あの別に景品取りに来ただけだから。え、ビビってんの？ビビってねえよ。そんな早さで帰ってビビってんの？初日から、朝から抽選からだろお前。それがスロッターのルールだろお前。それも分かんねえのかバーが。なんかお前ルールの中に囚われてるからお前俺に勝てないね。じゃあな、測れ。ちょっといいですか。ちょっとリオさん、ちょっと、はい、ちょっともうここはいいです、ここはいいです、はい、まだ、はい、あの画角の中さっきまで誰一人いなかったです。こんな番組なんですよ。あ、そうですね、使うんすよ。ちょっとおかしいんすよこの人たち。ちょっとクレイジーチームですね。いや、そうなんですよ。でも理にかなってる編集をされる時があるんですよ。あ、なるほど、めちゃめちゃ、あ、こうだったんだっていうのがあったりもするんで。伏線回収とかしてくるんですか。してくるんすよ。え、ワンピースみたいな編集してくるんですか。今回もあるでしょ。あるんでしょ。ちょっと楽しみだ、ある。おー、あー、楽しみにしましょう。めっちゃうまいですよ実は。編集めっちゃうまいと思います。ありがとうございます、はい、でも今まだ24分なんで。いや、もうや、あ、やばい、大変な音になりそう。ちょっとペースがわからんわ、ペースが。あ、お米は大事ですね。え、なんすかこれ。ドライヤーだ。あ、ドライヤーか。こっからなんか食品とか、まあ、髪の毛、そうですね、ある程度長いんで、まあ、西君はなんか気にしそうっすもんね。そうですね、こいつはドライヤーいらないでしょうね。いらないです、いらないです。300万円ぐらいちょっと負けちゃいましたね。しっかり負けてる。吸っちゃってるんだ。まあ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 、こんなもんでしょう。まあまあ初日だしね、うん、正だ。よし、とりあえず、まあ、歯ブラシとか、うんうん、必要なもの買って、って言われたし、ちょっと頭皮とかもちょっと、まあ、買います、さすがに。あとすいません、あの、うん、メビウスのスーパーライトをお前さ、あ、ごめんなさい、やっぱ3つ、スモーカー、おいおい、3つじゃねえよお前。やぶしげと翔太さんっぽいっすわ。翔太さんっぽいっす、うん、本当に。え、タバコは、まあ、タバコはもう絶対いるやん。あれ、うわ、風呂のこと考えてなかった。うわ、どうしよう。鍵開いてる。ちょっとこれは何ですか。電気。あ、翔太の家に忍び込んでるのかな。入りました。入れるんですか。ちょっとね、なんか風呂ためてね、入ってるの。翔太の帰りを待ちたいなと思います。はい、お金とかもないし。いや、でもダメでしょ。うわっ。いや、ちょっと待って、さあ、リオさん、すいません、お風呂場で吸っちゃダメですって。あ、そりゃそうですね、さすがにダメですって。リオさんは家族もいるからよくわかりますよね。いや、もう、あ、え、僕はあの離婚しますけど、何か、あのすいません、あの、え、ジャムさん、え、ごめんなさい、ごめんなさい、俺もう瓶もねえからあれだけど、もう一本もらいてんだけど。やばいやばい、ジャムさん、すいません、すいません、俺がなんだっつって、なんか、え、ご家族いらっしゃるってイメージが、はい、あのニュージェネレーション見てたんで、はい、ありがとうございます、すいません、はい、あのうんちゃんとの、はい、はい、ありがとうございます。あれ見ててすごい、ご家族がいらっしゃって、はい、なんかいい、この何でしょう、はい、え、俺が何ですって。見ようかな。よしよしよし。ジェシュ、お前、じゃあね、あのシャンプーとか買い忘れたのよ。買い忘れたっていうか、じゃあ景品で取り忘れたの、シャンプーとか。はい、あ、だから借りに来た。え、取った。いや、その俺取ってなかったらどうすんの。じゃあ、いや、取るでしょ、だって。いや、それ取るけど、うん、貸すわけないし。取らなくてもいいじゃん別に。そのちょっとぐらいさ。いや、もうこんそんなさ、お前はさ、お前のやり方ってこんなの。なんだよお前、うっせえな。お前のバチバチってどういうこと。大きい声出すな。出すよそれは。いけ、冗談。出てっけ。出てかねえよお前、シャンプー渡せよ。シャンプー渡せよ。ちょっと待って。あ、俺知らんかったですけど、あ、むき出しのチップなんですね。僕たちが見るものに関してはまんまです。でも俺急になんですけど、うん、西君、やっぱ視聴者の方もなんかこいついけつかないなと思ったと思うんですよ。でも安心してください、西君めっちゃ小さいです。なんかイメージで言えばですよ、なんかこんな感じ。西君、そこまで言いとくない。そこまで、いや、もう、あ、そう、何が悪いと思う。それだけが一回考えてみてほしい、本気で。いや、でもその、うん、言っといてくれないと、シャンプーとかリンスの西君食べないよ。そうなんですよ、そうだっていいやつなんですよ。なんで、あとなんだよ。だから、もう説明したじゃん、ジャンボさんが、もう、もう差を小せんだって。もう本当、これネオさん、玉はでかい。これアップにしてるから画質悪いじゃないですか。金、
か見えないですもんね。マジで。いやもうマジで、うん、ほんとやめてくれ。さすがに勝手に家入ったりとか、うん、そのなんか許可なしに、うん、そのなんか物使うのはマジで今後やめてくれ。さすがに、うん、まあでもそうね、うん、それはルールないと、向き洗いね。ちょっと体あやっと出てきた。あやっとあやっとあらわになってきたわ。ゲッチあのちょっと次からここ借りていいってちゃんと言うわ。ちょっと待ってください。ちょっと待って。うわ俺もう思った。はい、これはもうリオさんお願いします。もう一致しましたよ。はい、あの錦鯉結構でかくなりました。はい、ご無駄しましたわ。あのこれマジです。いや錦鯉お前さ商談前にしてご無駄すんなよ。まあ相方めちゃくちゃ特徴的じゃない。いいよ、挑発してる。いやもうマジで帰ってくる。いやもうマジで。ちょっと待って。前代未聞です。その日会った男性のをこうするっていうのは多分前代未聞です。いやこれが、うん、崖鶴像なんです。素晴らしい、いい番組。いやすごいですよ、ぶっ壊れてるんですよ。これもうさすがにマジで帰ってくる。よく捕まえるの。いやもういい、俺引っ張るよマジで。いやいやもう本当にもう、いやもうマジで帰ってくる。さすがに取ってじゃないのよ。いやもう分かった、もうこれパタパタさしたのはもうお前が攻めたよな。なんでさすがに煽ってたもん俺。これこれ煽られてたもん絶対これで。ちょっと一回さすがにもう即もってバッチャセイの冗談。さすがにさすがにできねえか。信じらんねえよ。これは面白い。いや面白い、最高だわ、名シーン。なんでだよ。あーまたこれだ、くそー。あーおもろい、最高でしたね。有吉さんでも長くなっちゃうの分かりますね。そうそう、面白いんすよ。面白い、止めたくなっちゃうんすよ。雨どうしたらね、無理。雨錦鯉頑張れ。ちょっと今あの家の前見たらなんかカッパとゴミ袋置いてあったんですよ。あ、もうカッパで行けと。ま、え、これほんま。これ人じゃないんですね。あー、鬱陶しいな。マジで鬱陶しいな。行ってきます。今日は仕事があるので。あ、3日も。お、え、行ってきるぞ。ちょうど忙しいね。さあ、それではね、鬼武者打っていきたいと思います。 いや、鬼武者はね、あのバッサリゾーンやればもう箱出しできるから。うん、まあ、バッサリゾーンができるからっつってタコ出しはできないですけどね。あのすいません本当に AT 入るだけなんで。そっからまた頑張らなきゃ。もう本当に何言ってんだいっていうだからいかに広角とかでね強調を引いて、うんうん、でバッサリゾーンでさせるか、うん、頑張れ錦君。心ないよ。心ない。バレますよ。わかりますよ。もうトーン低いっすもん。もういや、かわいそうでも。だからさ、あの、まあまあ、枚数見ましょう、枚数見ましょう、枚数見ましょう。うわー、多分何もなかったっすね。まあそうですね、うん、っていう感じで切ってくるんですよ。でもこんな本当にバッサリいくんすね。バッサリやってんすよ。あー、ひどっ。これもう鬼武者だけとかじゃなくてですよ。今後も、うん、もう今後もどんどんやってくる。錦鯉はだってカメラずっと回してたわけですもんね。そうっすよね。もう残酷な番組。これもう数秒ですよ。ですね。っていう感じでやられてるんで。あ、もうこのペースの1500枚はほんまにやばいな。あ、800枚マイナス。とりあえず今日のところは景品ちょっとまあ交換して、交換したいなと思います今から。もう1500枚使ったー。よいしょー。頑張れ錦鯉。今回5000枚なくなったら結構きついっすからね。やっぱ。ね、錦鯉怖いな、なんかあいつむっちゃかましてやろうと思ってなんか無理してんのかわかんないな、あれ怖すぎる。いやでも今日疲れたな、マジで。こいつ本当に全世界の女性から嫌われろ、お前は。マジで本当に。よし、じゃあちょっと風呂入るか。翔太がパチスロ行かないことによってどんどん勝ってますね。今日はね、ちょっと東京の方で来店があるので、
はい、ちょっと実践できないんですけど。本業ですね。錦織の来店とかもされてんだ。ごちそうさまでーす。食い終わったシーンだな、やっぱ。まあ明日の狙い台なんですけど、まあサミーが28日は、まあ、結構厚めに入ってるってことで。なんか第二シーズンも言ってましたね。いいですか。28日なので、はい、まあガーデンさんは全般的に多分強くなるんですよ。でかつサミー系、もうどのホールさんでも。ただ全狙いってなると1台六角が出たら、はい六角ありがとうございます全ですねっていう、もうすぐあのすぐ根拠になって結論になるから、うん、結論くん結論くん全だよね、うん、やっぱちゃんと分かってはいます、ね、分かってますね。ちょっとだから抽選来ていきたいと思います。相当いらっしゃると思います。もう300、500みたいな、はい、めちゃくちゃおるやん。すごい、ちょっと意味わかんないぐらいいるんだけど。サミー・キッシュ、宿命空いてる、宿命空いてるなら、もう宿命の真ん中取れた、よっしゃ。おいいところ座ってる。取れた、取れたよな、何も置いてない。よし、他のサミー・キッシュはもう埋まってますね。このあで宿命も両端埋まってるんで、もうこれしか空いてなかった。し宿命行くぞ。でめちゃくちゃ熱いのは、高設定挙動なのはリプレイでの直撃、これめちゃくちゃもうえぐいほど設定差あるんで、もうほぼほぼもう4、5、6章みたいな。おちゃんと勉強してんすね。ちょっと待って、初めていいですか、はい、リプレイはもちろんあるんですけど、もう 0.0何%、0.2%とかの世界なんで、はい、正直普通に二時でって言ってもらった方がユーザーさん伝わると思います。でこういう風にね、その打ちながら、はい、イニシャル D はと、あすいません、これちょっと狙えなかったんですけど、これ二時ですね。でもこうもう目押しもミスってるじゃないですか。二時のもう種類があるわけですよ、はい、設定差があるものとないものがあるんで、今目押ししてないんで、中左に止まるその二時の場合の関しては停止型に関しては設定差ないんですけど、はい、中右は設定差あるんで、はい、こういったところも着目してほしいです。西久さん、じゃあ絶対西久さん止めないと。西久お前知ったかぶりしてると、お前リオさんに怒られるぞお前。はい、今、北斗宿命なんですけども、右の方、はい、1800枚ですね、約3箱出てます。そして左の方、はい、今乾燥してますね、2400枚。いや素晴らしいですね、2箱、で僕、805ゲーム、はい、天井です。あっはい、天井です。ちょっと待って、ちょっと待ってください。ジャボさん、どんどん飛んでたやつですよ。でも、やっぱリオさん、なったらなったで、やっぱ、はい、かわいそうって思いますね。うわ、ブロンズもダメだ。いや僕が打ってた宿命のグラフがこれですね。しんどいて。でサミーがこれめちゃくちゃ出てんのよ。これはね、もうね、あこれ、これイニーリーで宿命、まあ全ではないんでしょうけど、で多分前がですね、アネモネですね。アネモネがめっちゃ出てる。これもグラフ綺麗ですし、これも初当たり結構取れてて、これもグラフ綺麗ですね。多分アネモネが前5か前6かな、うん、今日のところはもうちょっと帰ろうかなと思います。はい、西君お疲れ様。投資600枚回収0枚、マイナス600枚です。まあまだ600枚だったら全然、なんか徐々に減ってってますよね。気づいたか。おかしいだろって。どう、何したら、何したらいいの、何言ったら勝てるの。でもまあ勝てるためにね、いろいろ頑張ったわけですもんね。試行錯誤されてましたから。これでももう無理だ無理だ。ほんで、あの今から愛知県行ってこなきゃいけないんだ僕、うん、行ってこなきゃいけないって言い出した。あの本業の方を。よくないですね。よくないですよ。前乗り行ってきます。もうこの崖スロー層の洗礼を受けてますね。いや過酷ですからね。過酷ですよ崖スロー層。あ、2日目終了。もうどんどん差が開いていく。今2000枚ですよ。ですが、はい、とりあえず5日目
そろそろ正田さんが戻って来られる、次戻ってくる、あっていう日程になりますんで、で正田戻ってきたらあいつ3000枚とか飲ませそうですもんね。彼は多分スマスロとかもうめちゃめちゃ出す台転んでますんで、もうバッキと殴り合いしてましたもんね、あの人の。もう僕はちょっと実践動画見たいです。あ、楽しみ、期待してます。はい、行きましょう。いや寝坊した。あ、ちょっと朝、寝坊しちゃったんで。今ヒゲ剃ってないですね。何が若手芸人だよ。おい、ちょっと、はい、仲いいで探したいと思います。何打つんすかね、翔太。ゴブリンスレイヤー、それしたスマスロです。今5時半とかですね。ゴブリン打ってる、はい、その枚数ある状態で、うん、万枚コンプリートを目指したい私は、うん、なんで、ゴブリンスレイヤー打ちたいと思います。ずっとこいつをね狙ってました。はい、ちょっとスイカを引きたいな、マジで。持ってますね。なんか負けるっていう気持ちがないんでしょ、うん、強くというか。怖いっていう気持ちがないんだと思います。だってバカっすもん。この大選択言ってしまえば。西球さんの枚数とかも分からないと思う。ロング、あ、ビールロックじゃね、これ、強烈野球場なんですけど、たのたのたの、これね、普通にゴブゾレもあります。あります？はい、全でも、え、嘘、もうゴブゾレじゃないですか。え、嘘、マジ、さすがだよ、翔太。はい、嘘、マジ引いたぞ。実は、これゴッドとちょっと違くて、実は8192って、実はそんなに強くないです。そうなんですよね。まず一戦継続濃厚で8分の1でアルティメットループ、うん、8分の1なんですよね。8分の1なので、まあ、これを取れてるかどうかですね、うんうんうん、ちょっと見たいです。はい、 OK、 アルティメットループ取れるように頑張ろう。よし、行こう。アッセイスルトゥ最強のショーダ、ショーダ、最強のショーダ、ショーダ、あー来た来た来た、ほんと最強のショーダだよお前は。いやー、ショーダ、ショーダ、ナイス。なんだこれ、シルバーだ。これ何これ、あ、ストック、ストック取ったってことだよね多分。よしよし、ナイスナイス。おい頼む。え、おあああ、え、あああ、おっしゃ、おお、え、何これ。あ、ビジボナスです。多分20ゲームだったかな。で、この道中は、まあ、レアク主体で、はい、V ストックですね。あ、 V ストック欲しいっすね、はい、でもう確定なんですけど、この5ゲーム中にこれがブンって消えるもう説明も追いつかないですよ。追いつかないぐらいにもうジャッジメント、ホブゴブリン、このジャッジメント気持ちいいっすよね。気持ちいいっすよね。これ気持ちいい、順がいいんですよね。はい、あ、ここはブーストと思ってます、はい、オッケーなんですね。風すげえな。んで報酬ジャッジ、あ、これで、なるほどね、こいつ取れたらマジで最強。頼む、無理、さすがに、さすがに。お、順調に継続させていき、いいですね。何セット目なんですか、あの3号とか。押せない、え、うわー、うわ、気持ちいい。頼む、頼む、いいよ、翔だ、頼む、頼む、よっしゃ、ナイス。え、いいナイス。ゴブリンロードいかないですかね。ナイス、ゴブリンロード。あ、俺ゴブリンロードから行きました。 30% じゃないですよね。ここはもう、あ、あ、そっか、行きました行きました。5回目だから、え、これ5です、5回目だから20%のチャンスあんだ。おっしゃ、よしよしよし、行きましたね。よしよしよし、ここ取ったらチャンス、マジでマジで頼む。うわ、これ絶対取りたいっすね。マジでお願い、で、あれメトルですね、引いてくれマジで。こいつ、うわ、絶対取りたいでしょうだ。こいつ取ったマジチャンス、42か。まず取らないといけないですからね、これお願い。行け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 、行ってくれ、頑張れ翔だ。いや、この人多分やるんだよな、結局。いや、持ってますよね、翔だって。あと、編集陣がここ使ってんすよ。あ、僕、先読みしますから。
なるほど。なんかしそうな気がします。もうじゃあもうすでに使われてる時点で激アツですね。熱いです。これ42じゃなくて75ありますね。そうです。あのジャブさん、これはしょってないんですよ、はい、はしょるかはしょらないか結構重要なんですよ。なるほど。そうなんですよ。翔太もう俺らからな、俺らからしたらもう 75% あるらしい。あっちいや、ジャブさん 80% あります。 80% あるぞ翔太。いけ、うわやば、喋った。チェリー頼む、マジでこれがいける。絶対翔太だったらいけるだ。これ頼む。え、マジで、マジマジ翔太終わり。マジかよ。うわマジか、うわマジかよ。マジ頼む。あ、でも夜引いといてくれ。これ、まだ出てないですけど、夜はまだ夜は暑いっす。おーっしゃー。あんたやっぱりそうだろう。あっちぃ。ガキスロソー使われてる演出、あっちぃ。サンキューサンキュー。倒した倒した。うわー嬉しい、マジで頼む。これはすごい。ウルティメットレップくれ、頼むマジで。って言ったらこれ翔太さん初戦みたいなもんすよね。うわーやった俺。おお、素晴らしいよ翔太。今回はもうここで終わりだ。天才だ。本当に飛び込んでるリオさんが。頼む。マジ。だってこれもう万枚の入り口に立ったもいいところですもんね。やべえ。マジ。ちょっとなんで。ちょっと待ってください。見て、リオさん。うわ。あ、マジ。え、全然伸びてない。あ、え、これと一緒だ。単発。え。160。ちょっと運営教えてよ。教えろよ。2セットで終了して、でこっちで喜んでてパッて見たらもう終わってた。多分見てる人はアルティメットループってしょぼいんだと思ってね、終わっちゃいますよね。いやでももうこうなっちゃったんでしょうがない、しゃあないですけど、うん、俺も2連で終わったし。いや俺もちょうど枚数同じぐらいでした。そんな、そんな寂しいこと言わないでください。マジ枚数同じだった。帰ろうと思います。ここら辺からですかね。はい、ここら辺からちょっと頑張りました。あ、でもよかったよかった。あ、まあね、もっといけたけどね。いや面白かった。でもうん、発生するぞ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 。サンキューレシューレシューレ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 。なんとかジャンバリさんに。あーあのいいですか。ちょっと待って。無理っす。うちの商談を、すいません、うちの商談をなんとかジャンバリさんに。このあのすごいあのリオさんもったいないです。こんなに面白そうなやつを。いやシューデシューデうれしい。やっぱ西キュンを実戦で圧倒してますね。最高の物資も手に入れました。で出たわわすごいのだな。あ、ブリンブリー。それでは早速英語のステーキ焼いていきたいと思います。これえぐいだろマジで。すごいなこれ、えぐい。牛脂をね、もう入れたんじゃない。牛脂も入ってるんだ。うわもう引くらしいんじゃない。うん。あっちゃ。いや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 、まあね、これもこれも。うわやば香り。もう甘い香りがすごい甘い。見て。きれいマジ。すごいっすね。このフライパンはもうこの肉焼くためのフライパンのようですね。ちょうどいい形ですもんね。そうマジで。それではいただきます。たまんねえ。いただきます。うまー。うわでしょ。あんま肉あいつ引いてないだろう、多分。あれ、翔太さん肉食ってるって。めちゃくちゃ出したんじゃねえかなって。プレッシャー与えようかな、あいつに。うん。ちょっと仕事からさっき帰ってきたんですけど、まあお腹空いてるじゃないですか。
この温めるだけのパスタのやつを3種類取ったんですよ。うん、ちょうどいい。俺これパスタやと思ってて、パスタソースなんやね。まあそりゃそうよ。パスタは別で取らなあかんのやね。そりゃソースよね。ね、中にパスタ、それは無茶よ。ほんまに分からんくない？分かるよ。あ、翔太だ。いいタイミングで来ましたね。そうそう、もうええわええわ、分かった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 。今日の俺の番組、そうのタイミングで。待って待ってお前。いやね、お前ちょっともうこのカメラも回さなあかんからさ。待って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 。すごい挑発。やれやれ。いけいけ。肉食ってる肉食ってるこいつ。いやタイミング完璧でしたね。素晴らしいです。柔らか。柔らかそう。うわ、うまそう。嘘だろ。うわ。すごい。Aランクってこうなんだ。うわ、Aなんや、しかも。白飯もなんも、うわ、肉だけ一口で。あげないんだ。あげない。やるね、翔太。あげないの？もう俺に分け与えるとかっていう希望もなくした目の前で。うわ、うわ、ちょ、待って。ね、肉余ってない？余ってないですか、肉。うわ、こっつー、肉。こぼれる、翔太。Aランクの肉って何枚？めっちゃ出してるよな。あ、やっぱめっちゃ出してるよ。作戦成功っすわ。大成功っすね。ですね。これが勝つってことだ。ロックで飲んでる男だね。いや、違う違う、今ストレートでしたよ。ストレート、それでは仕事に向かいたいと思います。三歩進んで仕事いいや、三歩進んで仕事いいや。おはようございます。お、また花のですね。花花法を転生取りました。もう減らせないっすね、西君。あの、ね、なんでこれを取ったかと言いますと、まあ僕はもともとワルプルギスの夜ってことで、まあもちろん窓か狙いなんですけど、187番このスバ、イニリ、ギアス、楽園追放全部取れなかったんで、でちょっと常連さんの動き見てたら、番長ゼロの角から3台、座ったり、まあギアスもそうですね、先に埋まったり、まあその30日でちょっとゼロに絡めて座ってるってちょっと思ったんで、花花30杯4月30日6です。あります。おー、ありがとうございます。妄想ですね。妄想っすね。これでね、これで1の可能性ありますからね。景品で、あ、なんか終わった。プラス100枚。プラス100枚。まあまあまあ、まあ。まあ悪くなかったですね、まあまあ。昨日食べてないですもんね。ソース、結局ソースだけ食べてましたから。カルボナーラ。あ、大盛りだ。やっと食える。いいな、西君。なんか優しいですね。なんかめちゃめちゃ優しくなってるじゃないですか。俺負けてるやつに優しいんで。うわ、めちゃくちゃ水道水や、ここの水道水。水道水はめちゃくちゃ水道水か、西君。辛いな。日本語になってないんだよな。ちょこちょこ。おはようございます、カリスマ TikToker です。売ってきたんですけど、オニムシャとか宿命とか花火とか、まあいろいろなんかいろいろ売ってきたんですけど、いろいろ売ってきたんですけど、オニムシャとか宿命とか。バグってますね、もう。思考を変えましてですね。おお、僕分かったんです。高設定は今までこの数日間何人か人変わってます。はい、おなるほど、後相撲狙い。うわ、今日はあえて抽選から行きませんでした。なぜなら後相撲を狙っ、いやーマジでピンじゃないっすよ。言わせてやりましょうよ。後相撲を狙うもマイナス1400枚で実戦終了。すごいじゃん、もうこれは辛いな、西君。いやもう、あと1000枚ぐらい本当っすよね。あーうちよ、うちよ、いしょ、帰ってきました。ちょっとやばいわ。え、タイガー、それ信じられないくらいもらった。ちょっと待って、めっちゃ人気じゃないですか、翔太。この前
俺翔太のライブに呼ばれて、はい、まあゲストで出たんですよ。はいはいはい。そしたら翔太自分メインなのにお客さんに全然好かれてなかったんですよ。だからなんで劇場のお客さ ん, ん, ん劇場のお客さん誰も翔太のこと好きじゃなかったんですよ。だけど、はい、来店では翔太めっちゃ愛されてるってことですね。っていうことぐらいで100人ぐらい翔太さん。マジで翔太俺より来てるじゃん。いやでも嬉しい翔太がこんなに。いやこれ翔太すごいわ。崖スローバブルっすよ。ほんとそうっすね。崖スロー人気で来店ですごい30。めっちゃすごいっす。翔太すごいよ。おめでとう。でも嫌いなんですよ劇場。俺は好きです。ただ劇場で死ぬほど嫌われてます。お客さんにあの芸人からは全芸人から愛されてますこいつは。もちろんそれ全芸人から愛されるんですけど、お客さんからは死ぬほど嫌われてました。いいですか結論ですか。絶対売れないやつじゃないですか。そんなことないです。ユーザーさんから愛されてないですから。ハッピージャムジャム最高踊ろうよ、お金がなくても幸せさ。最高だね。いやだからいろんな人に声かけられてやっぱ嬉しかったんだと思います。はい、みんなのおかげで食普通になんか苦情来たみたいなタイミングでしたね。ですよね。タイミングが苦情のタイミング。おもろイルスイルス。何が？あのそのやっぱ寝てる人もいるんでね。あいや俺ごめん。ちょっと寝てたわ。あ違う違うあなたじゃなくて。すまんすまんちょっと。違う違うあのハッピージャムジャムが聞こえてきてるんです。ちょっと待ってください。いやいや違う本当に俺寝てたんだよ。ちょっと待って。いやマジでマジでマジで。ちょっと帰れ。帰れないじゃん。これいや違う違う違うマジお前違う違う本当にマジで。わわわわわわちょっと待ってください。ちょっとうわめちゃくちゃなんかもらってる差し入れ。ちょっと待ってください。これはダメです。ちょっとリオさんそんな真剣な顔で、はい、大人の声量で、はい、あこれはダメって言っちゃダメです。あのこれはダメです。やっばお前どこ行ってた。え仕事仕事に行くのはそれはね芸人やからあるでしょう、ね、差し入れもらった。いや、差し入れはありだろう、でもさすがにタバコと飲み物はな。タバコと飲み物はな。はい駅の恋人。はい、ビーフシチュー、ずんだクリーム、大福。はい、イルマンジュー、バカウケ。あー、出てくる、出てくる。インはいいけど、食はダメなんだ。どうですか、これは。ってことですよね。あかんで。あ、これダメだ。そりゃそうだ。ファンの人が。ユーザーさん持ってきちゃうもん。それはありがたいことやんか。食べてくださいっつって。翔太の顔。そうにこれあったら余裕やん。指さして。これ指さして。はい。はい。指さして。はい。あと指さして。はい、そう。はい。よし。え、ちょっと何の写真撮ったの普通に。はいはい。これも、はい、指さして。指さして。はい、そう。あ、違う、そういうのじゃない。そういうのじゃないから。ちょっと確認しよう。ルールは飲み物とタバコのみだよね、差し入れ。OK なのは。あげそろそろのルール。え、そうでしたっけ。あ、で、そうだったっけ。いや、だって俺、あ、ちょっと確認しなきゃね、じゃあ。確認どういうこと。確かに。どういうこと。どういうこと。おい。なんかいいんだよな、結局いいんですよ、これは親友なんですよ。すいません、あのちょっとその差し入れについて確認したいんですけど。うわ気持ち悪い。うわやばい。あの飲み物とタバコ、腰で飲み物とタバコのみですよね。無理だよ、翔太、それでごまかせないよ。あ、そうそう、ちょっとその食べ物を大量にもらってまして。あの牛タンカレー、ビーフシチュー、デコポンでパンが4つぐらい、あとバカウケなどのお菓子とかですかね。はい、もうちょっと
翔太落ち着け、翔太落ち着け、ちょっと翔太ダメ、没収ですよねこれは。ちょっと待って翔太落ち着け、ダメダメ、威嚇が崩壊しちゃうからダメですってこれは。さ脱走編これはダメですよね、さすがに。はい、もらいすぎですよね。子供じゃないですか、怒られてるのじゃないですもんね、これだと。ちょっと一回確認していいですか、そのお前まずうるさい、さすがに、さすがにうるさいよこれはダメだから。うんうん、そのお前がなんかルールみたいな感じで、お前がルールみたいな感じで、お前がルールみたいな、容疑者なの、正義こっちはね。だからあの、いやいや、一回一回、その俺が聞いて、犯罪者の話は聞きません、うんうん、次はもうここだからな、一応僕もこれ持ってきますんで、表まで、はい、はい、いえ責任を持ってお預かりします。くそガリ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 、骨こそ骨、歯に挟まりやすい、お前は歯に挟まりやすい、食べたらよくもうやっぱ極限まで切れるとこんなわけわかんない切れ方するんですね。くんな、え、なんでくんな、お前なんで二度とくんな、お前マジで口くっささあでもそうは言ってもこの差、あの4000枚弱です。いや、やばい、まあ、これは相当西キュンさん追い詰められてます。そうっすね、はい、西キュンどうすんのよ。寝坊しました。それじゃ、これは違う、忙しいね、翔太。ダメもう、だって翔太、頑張るぞ。うん、よし頑張っていっぱい笑うぞ。楽園追放やで、これボーナスもポンポン当たるんで、まあ、そんなに大怪我しないかなと。まあ僕は残り1300枚だからね、ちょっとここから行きたいと思います。どうだ、お願いお願いします。一回、嘘、うわもうあと1000枚しかないよな。さあ頑張れ西君、あと1000枚。細かく見回りしよう。うわ硬い。いやでも、ああいいね。いや結構本命、これは俺の中で一番今日打ちたかった台、打ちたかった台の唯一へこんでるやつ。ただね残り1100枚なんや。うわ怖いな。ワロスさんが来てくれました。ワロスだ、うわワロスさんだ、マジか。ちょっと今、あ、いいっすか、はい、ちょっと待って、僕が東京で飲む仲いい唯一のぐらいの、あ、よく飲んでるもん、飲み友達ですね、言うなれば。飲み友達なんですけど、なんでこいつがいいんですかメダルと景品で生活しなきゃいけなくて、知ってくれてたんですよね。知ってますよ、もちろん。うわ嬉しい。嘘でしょはい、TikTok です。あのちょっと、嘘でしょ。飲み物とかよかったら買ってもらったりしないですかね。あ、そうか、飲み物ありですもんね。ガンガン来る感じ。あ、はい、もう全然。あの、やっぱりちょっといいですか、ちょっと待って、ちょっといいですか、いいですか、はいはいはい、すみません、あの、ワロス切れてます、ちょっと。え、はい、切れてます、はい、今。あ、長い付き合いだからわかるけど、うんみたいな、はい、なったじゃないですか、はい、ちょっと何言ってんのこいつっていう。なるほど、あ、もう出ました。やっぱあの、持ち前の西キュン の、はい、あの距離感の近さに、やっぱ西キュン嫌いっす俺あのすいません、え、なぜなら親友が嫌いだから。もうそうっす、あのリオさんの友達キレさすなよ。あ、もう目笑ってないじゃないですか。あ、確かに。あ、もうダメっすよこれ。え、もう何言ってんだこいつってなってますから今。お茶とか水分取れるものだったら何でもいいんですけど。あ、でもほら笑ってくださってる。あ、もうダメです、これ仕事です、多分仕事、うん、カメラ回ってなかったらこんな笑顔しないで。え、ビジネススマイル。あ、もうですです、頑張って、はい、うん、これは帰るわ。お疲れ様でした。貴重な時間、いいや、とんでもない。貴重な時間ありがとうございました。じゃあ応援してます。いっぱいつくな、おめえはワロスのおめえはよ、友達だからこそわかる。ふざけんじゃないよ、お前は。いや、でも生きたと思うっすよ、間違いない。実際悪いやつじゃないっていうのは俺らもね、視聴者さんも明確にわかりますから。そうなんですよ。あー、やっそー、ふろ、はっそー、西君
そっか、TikTok ライブだよね。西君のことを、ね、そう大好きなファンの人たちがたくさん見てるし。ガーデン北戸田なんやけど、ガーデン北戸田に僕1ヶ月いるんですけど、今。生配信中 TikTok ライブで映ってんけど、今も YouTube の。いや、なんで、いや、いい今、内側で。あ、これ、鏡。え、なんなのこいつ。つまーやって。いや、なんか結構これぐらいありますよね。お前、TikTok ライブで興奮してるだろ、おい。よいしょー。ハーデス、サレサさすがショーだ、ハーデス。1152万スタート。やっとですよ。ね、やっとやっと。いや、見たかった。つまじまんまい出したい。ちょっとさすがに天井はね、死だからな、もう。一気にデスいっちゃうから。ちょっと早めに。ぶっ刺しときたいです。116。114。うん？5。グーラナイスーラーシェイ。うえー、335ゲーム。あ、でも330なんて早い方じゃないですか？ジャッジメン。カモンハーデス。カモンハーデス。ゴー。頼む。50。はい。50です。まあ結局確定薬依存なんでこれは。なるほど。もう結局確定薬引かなきゃダメよ。そうなんですよ。でも正田なら引いてくれそうな気もしますけど。この方は多分。3000切ったぜ。2990枚。震えるマジで。あ、やばいやばい、危ねえ。1399。よし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 、試合行くぞ。8000するぞ。さあこれ絶対勝ってほしい。でこれで357ですよね。で準備面でいくれよ。お、普通によく分かってなかったですね。発生するぞ、発生するぞ、発生するぞ。水球でしょでしょで、水球でしょ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 で、けけけけけ、マジで頼む頼む、マジでやめて。77、キン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 、マジでやめてくれよ。消えろ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 、よし、いけ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 、消えろ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 、さあ、ということでハーデス、まあまあ、ハーデスなんですけども、はい、全回転なんで約2割、はい、超です。え嘘、今、はい、犬がフラッシュバック見つかって、今日です。わ、20% 取りました。よっしゃよっしゃ、プレミアムオブハーデス、ガチすごい、勝負だ、すごいすごいす、おい、ちょっと待って、おいお前、おい、10ゲーム見せなさいって。だからあの多分10ゲームから超なんで、今確定したんで、11、12とかやってると思うんですよ。見せなさい、10ゲーム超えても。カットインがゼロですね。うわぁ、逆にすいません。逆に こっちとらすいません、本当に。そら切りますか。これは翔太さんがいけない。翔太何してんだよ。悪意があったのかなと思ったんですけど、これは翔太さんが何もいけなかったっていう。でも翔太だったらこっから伸ばすもありえますよ。だからこの後にまたすぐ終了画面になんなかったらチャンス激アツだと思ってます俺は。これ頼む、これあのジョブさん数秒間にかかってますよ。はい、すぐいいですか、いいですか、言って。おじさん、まあ、まず終了画面じゃないよ。お願いします、お願いします。この後ね、この終了画面、この後死んだー。いやかわいそう、かわいそう。あー、はい、ジョブさん、はい、終わりです。こういう感じです。はい、わかりやすいですよ、わかりやすいんです。これはもう翔太さんのせいです。2人の喧嘩15分ぐらいあったのに。うわー、マジ
わあ、俺のハーデスじゃなかった。いやー悔しい。いやーまあもうちょっと今日は帰ろうと思います。もう多分2200枚ぐらいかな。いやさすがにちょっと明日に託そうと思います。芸人全員からは愛されてる男ユーザーさんからは全然疲れてないおはようございます。28番で狙い台は実はツインパだったんですけど取れなくて、いやカバネリも行きたかったんですけど960枚じゃカバネリワンチャン死ぬなって思ったんで、このスバ第2候補のこのスバ取れました。勝負できそうな、なんかめちゃくちゃドカンって出そうな台がなかったな。ちょっともう勝負できるとしたら多分ワンチャンスだと思うんで、まあ、とりあえずあの剣したいと思います。400ゲーム、400ゲームで投資600枚音なれならない。いやーさあラストトロフィー出るかどうか。ど真ん中に出ますよこの機種は。えどう、あーどうだ。2北斗の剣空いてた。いやー打ちたいと思います。いやマジずっと何も空いてなかったけど、いいですね、ついに俺はお前と出会ってしまうのか。旬ですよ剣よ。終わったゾートロフィー965枚。ちょっとプラスなんですけど2箱出たんでちょっとこれで作戦変えます。移動します。西木持ち直しましたねですね、うん、966枚だったのがこのスバでプラス500枚、1466枚。おめでとう、ありがとう。家電でプラス1000枚もらって2466枚にしてまた戻ってきて大勝負。なるほど、1500枚じゃ勝負できないから2500枚にするんだ。もう家電を俺は今から売るってことですね。うわーすごい男だ。男っていうか、まあ、借金なんですけど、ね、要は、まあ、家電売って打つパチスロは楽しいでしょう。いやいやいや、ないっすよ、うん、もうちょっとここら辺で勝負しないと。俺分かったんですよ、でも設定出ないとか正しいよ、うん、なんかちまちま6号機とか打っても、うん、もう、もう無理無理無理。確かに、はあ、楽しくないなので、はい、いやそれはこれで今ここで、ね、ちょっと待ってちょっと、うん、それはお目の力量のせいだろ。西木言うなそんなこと。6号機とか 6.5 号機をお前の仕事で何かやってんのに、うん、それのせいにするとか俺は許さねえからな。そうですよね。メーカーさんが熱く作ってくれてんだよ、規制の前で作ってくれてんの、ね、おめえは 6.5 号機とか6号機をおめえそんなこと言える筋合いあんのかっつって。酔ってないです、すいません。いやごめんなさい、ベロベロです。酔ってないです、ごめんなさい。酔ってないです。あと西、ただ確かに正しいです、はい、あと何と言っても、はいうん、何と言っても正しかったです。おお使わないよ、もう使えないから。この時期って暑くなかった？5月ぐらいですよね。なんだこれ、やだ俺こんな家に帰ってくるの。千枚よこせよ、千枚よこせよ。これ差し押さえがすぐ戻せる。あ、戻せな。よし、そうなんすか。えっ、今大丈夫か、クーラーじゃ。いやー、全然言ってますよ。あ、湘南。えめっちゃ使ってますよ湘南さんも。もう全部なくなるぐらいっすね。いいんだよね。頼む頼む、やばいかも。これなんかずれたりもするんだよね多分。あー死んだー。死んだよない、死んだよない。頑張れ頑張れ、大丈夫大丈夫。黄色い、黄色い。うわー、ちょっと待ってみて、やばい、最悪や。どうした？レッドブルそのままにしてたんすよ。うん、ありがたいよ、発生してる。おバカ。あ、うわー。一回ですもんね。一回だから。ですもんね。この壁沿いを通って。何してんの西君。うわ。うわちょっと。ちょっとまだいい？ちょっとちょっとここ切ってほしかった。えぐい。はっきりと隙間からアリが入ってるけど。2500枚はエアコン打って熱い本音
エアコン売ってないわ。エアコンで交換して1000枚で2500枚の会館と作ったんですけど、ハーデスの空き待ちをしてたら、前乗りの時間来ちゃったんで、ちょっとこっから行くんで次に備えたいと思います。偉いよ西君、はい、いやーやばいかも、マジ頼む頼む、うわもう、まあ、最悪の事態はね、免れてますね。うわーあったー、そこそこだちょっとショーダは、ショーダは引くことを知りませんね。いやですよね、すごいわ。おお、すげえ。カウントダウンなんで、はい、これゼロの時に告知が入ると北斗です。絶対売っちゃいだろう。で北斗の可能性が非常に高いんです、めちゃめちゃ高いです。いやこれ絶対行ったじゃん。これ半数以上で北斗。マジっすか。はい、行きます。絶対行ったでしょ。ちょっと北斗作れくれ、めちゃめちゃ熱いっすよ。っていうか1じゃないですか、はい、これ北斗っすよ。あはい、うっすきりナイス、行ったでしょ絶対。おい次はゼロじゃないですか、はいはい、で北斗で出ます。これ何どういうこと。北斗、え、嘘、マジ北斗ゾルってことかわいいえ、マジ、これめちゃめちゃ熱いですよね。これすいい演出ですね。くっそー頑張れ。いやこれなんか伸びそうっすね。ここまで使ってますもん、ね、これ伸びてほしいっすね。運営さんがこれめっちゃうんうんって、うんうん言ってますよ。あ、うんうんは激アツですよね。あ、間違えた。まあでも大丈夫です、ね、大丈夫です。あ、最悪。間違えたけど。よっしゃ、俺。84か89。赤なので、どちらかと言ったら89よりですね。いやー、マジ頼む。あれ使う時間長いぞ。さすがに。いや、これ激サブだわ。え、これやばいんですか、いや、さすがに。嘘かよ。え、さすがにマジ。ちょっと見てみましょう。どっちか。え、ショーダ。ちょっと出た。継続です。ナビが出たんで継続です。これあの内部的には中断チリ。ああ、え、何これ。はい、一緒なんで。いける？え、ダメ？ちょっとここ使えばいいじゃん。なんで結構その前から使うんですか。マジどっち？どっち？だったのを中継で回避したっていう。いやマジ。可能性もある。まだ分かんないし。いやマジ。はい。まだ出てないので。いやよかった。これはもう大丈夫です。おっしゃ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 。いや翔太さん多分このナビはまだ分かってないと思うので。はい。いけ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 。お、ナイス。で大丈夫。よしよしよし。頼むマジマジ頼む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 。うわマジ。嘘でしょ。さすがに。ナイスオッケー。オッケー。とりあえずこれ勝ったらあの投資はまくります。頼むマジ。まずこれ勝ったらプラスですから、もう頑張ってますね。ですよね。パンチ。オッケー、ナイス。まくった。もう15年前伸びてますよ。おーおー早展開。これ終わるな。終わるだろ。うわー、これ激サブだ。終わるだろ。さあどうだ、うん、確かに言うなれば激サブ演出。すいません、ジャブさん、これもう、はい、95% ぐらい終わります。うわこれもう終わります。うわー、したのすごい、大好きな編集です、これ。あー、崖スロスを激したのやばー、すくこれ終わります。したの、マジで。どうだほらもう予想できちゃいますか。できちゃうんですよ、僕ぐらいになっちゃう崖スロスマニアですもんね。マニアとして。いやマジで、頑張ったんじゃねえか、さすがに。まあ、なんでちょっと帰ろうと思います。はい、いやマジでね、そう大勝ちはしてないけどしびれたね。明日も楽しみだね好きだね翔太。あ、おー、盛り返しましたね。これで10日になりました。西君も頑張ってエアコンで増やして、はい、お楽しみ。19番取れました。俺死んだら棺桶入れてもらうかも。これちょっと嬉しすぎる。今日はこいつで5月に待ちまんまい出してやる俺、うん、もう分かってますわ。熟知してます、言わないだけで。こいつはまさか翔太は
バカなふりをしてるだけでこの人やばい全部を分かってしかもめちゃめちゃいいとこ取ってるんで、はい、多分もう 80% ぐらい構成でだと思います熱でも確かに丁寧に見せてますよ朝一確かにこれは熱いこれやってんな楽しみあれだやってんないやでもこれ多分めっちゃいい場所だと思います、はい、ニアモンさんもこういったところで積もってます実は前回あちゃんと、はいナイス丁寧に見せてますもん朝一を確かに中段チェリーとかあの中段チェリーとか初めて見ましたよちょごめんなさいごめんなさいそうっすよえリオさんいいですかそうっすよパチスロ界で中段チェリーといえば、はい、最も熱く北斗の剣ですよワクワクするですよえそれを初めて見たこの番組ではそうですあの前日の翔太さんの、はい、スマスロ北斗の剣では、はい、一切目撃しなかったところを見せてるっていうところなんですよこれ何かありますよ皆さんやってますこの人は、はい、今から翔太劇場行きましょう始まりますね多分始まりますこれ見せないっすもんこんなところしょうがないですね崖するそうはねあのそこを予想するのもね楽しい番組ですからこれやっぱ面白いっすねあバーンってなっちゃった発展デビルリバースぶっ飛ばせまだワンプッシュ目頼むマジいけあーくそ周りからいや気になるけど後ろのセブフラー絶対に見ちゃうけどやっぱり使ってますからね35ゲーム多分皆さんも分かってると思うんですよ確かに、はい、もう崖スロソーの癖をねそうなんですよみんな見抜いてますもんねそうなんす崖スロソーの癖を、はい、真ん中あ白オーラ白ですうわ楽しみどうなんのよこんな丁寧に なんでこそうなんですよなんでこんな丁寧なんすか気になるめっちゃ気になるんですけどめっちゃ丁寧まだ俺とお前の戦いは始まったばっかりだよこれ怪しいなめちゃくちゃめっちゃ怪しいですけどえセカンドシーズンこんなことなかったっすあれいやお願いマジキック頼む当たったお願いえ無双転生チャンスいくんすかねめっちゃ丁寧じゃないですかそれぐらいの煽りっすねまあまあ、まあ、あーやばいよしお願いお願いお願いいやただただ負けるだけでこんな使わないユリアユリア160しうわやば丁寧に見せたと思ったらそっちですねうわ足した6いやだからこれいいですかちょっと待て、はい、これミヤモンさんから多分学んでるんですよはいはいはい前回の癖をいろいろ聞いててかつ、はい、もう両番引いて角っこ座って、はい、こいつは今までのライバルと戦うことには強くもうケンシロウじゃないですかそうなんですよその通りなんですよえこれ坊主メガネのケンシロウそうですよしかももう見せ方として何かが出るのはもう確定してたんではいはいわかりますいやすごいなとでもいいですねいい編集でしたねなんかトロフィーは想像しなかったですもんねなんかしてなかったです素晴らしいいやありがとうありがとうありがとうもう本当にうわ嬉しいうまそうトロフィー出たまあ、しょうない3011回100円をおいまたレインボーいやマジ弱すぎあごめんなさいごめんなさいごめんなさい伸ばせない状況が続くいやお願いマジでお願いお願いお願いいやマジ3-3-3-218うわこれはむずいわかなりやばいっすねおなんか良さそうだよ何か行きましたねいい構え中盤チェリーからあナイスナイスということでバトルもう入ります、うん、入りますね編集的にもあウイグルですよ、はい、
ちょうだい。レベルで、3分の1。ちょうだいちょうだいちょうだい。でリプレイだったら50%。リプレイで優勝だったら確定。もうこれで30%と50%。あ、うまい。チャンス。これは取った。ナイス。もう取らなかったら使わない。これが崖スレ、そのクセです。あ、待って、来てる。あ、レイですよ。レイがいる。仲間来た、仲間来た。無双転生チャンス乗っちゃう。いや、まあ、開いてないっす。いや、しょうがない。あ、いやー、ちょっと待って、ちょっといいごめんなさい、ごめんなさい。なんでレイ見せた今。だって今俺ら的には胸元チラッと見させられて帰られただけですもんね。だけですから。はいはいはい、ここからだ。お願いします。さあ、翔太5000枚いこう。うわ、来た。またしゃ、ナイス、大チャンス。おい、レインボーですが、はい、ここで告知入っちゃうんですよ。だからさ、ちょっと何ゲームだったんだよ。ゼロがあっちいっつってるのに。そしてちゃんと目押しはミスる翔太。ちょっと分かんねえな。これ赤。分かんねえ、無事。ナイス。おい、いや、これ隠れつけんだ。これ当たったらゲロ圧っすよ。当たってる。これ、はい、3段階攻撃あるんですけど、百裂拳最上位で 80% で無双転生チャンスです。はっ、 80% っす、これ。もう解析出てます、これは。うわ、やった、チャンスチャンスチャンス。うわ、やった。ここがなんといっても爆裂ケーキですもんね。北斗の。あ、頼む。とりあえずは普通に消化すると。ここも細かい解析出てないんですよね。出てないです。中段チェリーでも確定ではないです。はい、あ、実は。そうなんですね。はい、いや、マジ頼む。マジ頼む。くそ。頑張れ翔太。頼む、マジ。うまい。これめっちゃ使ってるってことは揃うんじゃないの。さあ、激アツだろ。崖スロスロ的に言えば、いけ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 。くそ、あと6、あと7。頼む、マジ頼む、頼む。うわ、いや、まだ使ってます。使ってますもん。これありますよ、あるある。お願いお願いお願い、このスタッフさん切るんだから。もうそうなんだ、ダメだったら。おびっくりマーク。これ3つだったらもう濃厚です。チャスチャスチャス。びっくり3つは濃厚です。マジですか。なんですけど、びっくりが1個です。あ、そうかそうか、1-1なので。はい、山下さん、いや、中断チェリー、よっしゃー、やった優勝だー、最強だよお前が。なんだマジで。発生すると、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 最強のシャダシャダ、最強のシャダシャダ。素晴らしい。うっしゃ。翔太、すごいよお前は。この人三分の三で全部やらかしてないですか。最高、マジで。天才パチスロ演者だ。いや、ないないない、さすがにない、それは。さすがにない、それは。いや、でもありそう。絶対大丈夫。やりそう。はい、そりゃそうだ。はい、今のフェイントうまいですね。いや、うまいです。うまいです。今の負けたと思いましたね。うえー、ナイス。おえ。いや、素晴らしいよ、翔太。うえー、無双転生ボーナス。これで何もなかったですね。キックでバトル14、これ怪しいな、ね、これ終わるんじゃないですか。いや、頼むぜ、頼む、マジでマジで。いや、行くよね、さすがに。キックだよ、さすがに、さすがに。あ、うわ、マジか。いや、まあしゃあないよな。まあまあ、これはマジでよくやったと思う俺。うん、うんうん、いや、頑張った。マジでナイス。また北斗引いてる。オッケー。ちょっ
でか、小学生頑張れ、マジですげーわ、すごい。いや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 、もういいじゃん、見せなくてよかった。いや、まあよく頑張った、マジこれは。翔太すごいっすね。うん、マジよく頑張った、素晴らしい。どうだどうだ、で俺とまだ、え、おお、シームレ、あー初めて見た。ということはこういう感じなんだ。すごい。え、これゲロレンです。ですよね、はい、焦点からがメインなんですけど。すごい。ああ、そうだ。そうだ。ギョンドン。マジ。天才。うーわ、えぐ。この方は北斗スマスロット2回しかやってなくて、もう4回目っす。いやー、まだラストチャンスじゃない？そりゃみんな翔太のファンだよ。いけんじゃない？黄色。うまい。いや、マジでチャンス。ここしかない。当たり前のように引いてますよ。翔太、なんでこれクローズアップしてるの？そんなことない、そんなはずない。いや、ちょっと待ってくれ。きれい。あんなにちょっとあれ、まあ、バーンみたいなのは正直なかったですけど、映像的にはなんか7500枚出てるようなね、映像でしたけど、なんかマジ6って感じだな、ほんと。人生で初めて19番引いて、これ初めてつけて、設定6、初めて詰まった人生で。やっぱすごい人がすごいっすね。なあ、カバネリも人もすごい。メダルアルティメットループちょっと連チャンできなかったんで、こいつぶっ壊してループさせる。今日こそ。なんかあれ、なんだこのパシャーンってやつ、なんなんだろう、あれゴブリンのゲロなのか。お、ナイス、3つ、これでチャンスっすね。見つけろ、ナイス、オッケー、発動、青ミッション、揃った、オッケー、頑張ろう。ま、いや、すごい、そしてここでまとめて引く、うまいよ、翔太、これはうまいぞ。くそ、頼む、当たれ。ただこんだけ使ってるということは、ドアケスロソー的に言えば、頼む、激アツ、もう先読みしてんすね。うん、信頼度 90%。 ジャムさんも、うわぁ、いや、これ 90% ありますか。うれしい、よっしゃ、うれしい。おい、なこれ、なんだこれって、なんだ、あ、そっか、まだこれ白番揃えてないんだ。もう8、9、2しか揃えたことないですから、こいつは。ですもんね。あ、これは 52% ループの下ですね、うん、ゴブリンスエラッシュ、オッケー、ナイス、30、今オッケー、行こう、頼む、頼む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 、お願い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 、くっそ、聞きたい、脳みそピシャピシャにしたい、お願い、2、お願い、脳みそピシャピシャに、脳みそピシャピシャ出して、うらしゅら、うまち、30、え、嬉しすぎんだけど。というか、15、ただの継続じゃ済まないかもしれない、はい、うん、オッケー、そこまで15もらいました。スタートでナイス、おい、うわ、マジ急に、これストックでしょ、しゃ、お願い、頼む、ぶっ倒してくれ。いや、うまいよ、翔太。めちゃめちゃうまいです。めっちゃ連チャンさせてる。よっしゃ、
うーら、いやマジで頼む。ああ、5セットだ。頼むマジで。おどころ、これマジで頼む。あ、でも僕にマジお願い。やばい。お願い。ゴブリン・ロード経由せずアルティメットはあり得るめっちゃ薄いですね。頼む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 、はい、頼む。うわ、うまいな。うっしゃ6、7、8でマジじゃないですか。3、5うわし2000枚いきました。ごめんなさい、飛ばしちゃいました。これな、はいはいはい、もうだから次行くってことですよね。はい、そうですよね。うわー 45%。 さあこれはさすがに崖スロ総編集でもわからないと言っていいんじゃないですか。これはこの45を取るかどうかは正直なところ難しいっす。ですよね。煽りかもしれないっていう。そうなんすよ、そうなんすよ。さあここは純粋に楽しみましょう。え、これマジで行っててほしいっす。もう一回リベンジさせてくれ。アルティメットループお願い、やらしてお願い。しかもまあなんか早いっすね、この方すごい当たり前みたいにね、はい、8連させるの死ぬほど難しいっすもんね。いやいやいや、マジで頼む頼む、行ってくれ。やばい、頼む行ってくれ行ってくれ。いやーやばい、ちょマジでマジでお願い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 。よっしゃー、なった天才だ。よし、もうえ、これ行ったってことだよね、アルティメットループ。よっしゃ、うわマジか。見せ場を必ず作る男。うわ嬉しい、リベンジできる。この人すごい。いいやね、行くぞ。翔太お前すごいよ。皆さん翔太の YouTube マジ面白いんで見てくださいね。本当に面白いんで。登録者数は。6000人、あの2年前から6000人。しゃあ、いけ。素晴らしい。80。いや、頼む。いや頼む。ちょっと頼む。怖え。お願い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 。よかった、マジでよかった。セッキューショーだショーだショーだシューだ、本当にオッケーオッケー、まんま行こう、マジでまんま行こう。え、これ行くんですか。これ伝説作りましょう、ショーだ。もしかしたら3000枚。まあそもそもね、8セット言ってましたから、まずマジで頼む。いやー、くそ。いや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 、結構見せるな、毎回。頼む、いけ。いやー、来ました。発生しろ。いけいけいけ。よっしゃ、うれ。今回結構我々をドキドキしにかかってますね。だいたい約4000枚ですね。どうしたら4500枚。うっしゃ、うれ、発生するぞ。うわー、怖い。いや、先生とか言ってる場合じゃない。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっといいですか。すいません、ごめんなさい。自分の命より大事なギャグを。それはダメじゃないですか。だって、多分来店で来る人はみんな発声するぞ、はい、お願いします。いや、もうやってショーダショーダーを見たいわけじゃないですか。お願いしますじゃないんだ。やってる場合じゃないって言ったんですよ。もう、あと2回。頼む頼む、マジでマジで、やっべえじゃん。行ってくれ、頼む頼む、マジで終わった。うわマジか、うわくそ。いやープラ3400枚とかです。いやすごいよ、すごい。やっぱ翔太はスターだな、本当に。7000枚シュールね、すげえ。また大量に。発生するぞ。ありがとうございます。発生するぞ。ありがとうございます。勝利の。発生するぞ。発生するぞ。3000枚の勝利勝利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 。はめ切りだ。不思議なもんで、今のは今ので気持ちよかったですもんね。あ、ですよね。楽勝勝ちだった今回。
わあ、うわすごい、やばいやばい。ということで12日目終わりまして、はい、その差は5000枚。これ西キュン大丈夫ですか。いやマジ危なかった。ちょっとこれ初じゃないですか。これ何ですかこれ。全然ゼロあった。仕事の実践なし。さあおはようございます。僕は家電をね、エアコン交換して2500枚にしたので、今ね手持ちがまあ厳密に言うと2466枚なんですけども、今、3時オープン入場しております。何を取るかといったら一直線このまんま、そうハイハーです。大勝負ですよ2500枚持って。これスタートから話してるってことはってことなんじゃないですか。なるほどってことなんじゃないですか。ついにってことなんじゃないですか。西キュンの神回、多分ねそろそろ中間発表とかも来ると思うんですけど、ここでおまんまに出して西君めちゃくちゃビビらせてプレッシャーかけて俺はあいつの勝つ。はいどうも、1000ゲームです。西君、西君、あ、いらないよいらないよ、このタイミングでの、あ、待ちて、本当にいらないからね。当たんの当たんの、え、それはかわいそすぎる、この編集はやばいやばい、ちょっと待って、ちょやばい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 、かわいそすぎるって、やばい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 、うわ絶対当たるわ、ダメダメダメ、当たんの、うわ絶対当たるわ、もうかわいそう西君。わかるわかるよね、1344ゲームだからね。最初嫌いとか言いましたけど、でも好き、もうそう、いやもう好きなんですよ、もう愛着が湧いてますもん西君に。なんでいいところを見せてほしい。うわマジでいらない、ちょっとだけマスク外させてください本当に。あー右から3番上から2番目下から2番、あーマジでいらないな。いや当たんじゃん当たんじゃん、これもう神様、1350ゲーム、うわぁ西君かわいそう、いやもうめっちゃかわいそう、やめてあげてお願い、これもう枚数ないでしょ、ないですよ。お前知らんでって、1358ゲーム、お前マジでさ、かわいそう、え、今なんか僕は大和グランプが光ったけど2回目来んなよ、よしよしよし、氷もいらんで、やめて、うるさい、もううるさい、演出大きいんな。 OK 耐えた、絶対耐えた、これはそうなの、全然弱い、西君さすが俺、西君当てれない、マジで西君やばいやばい、あと10ゲームぐらい、よし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 、本当に耐えた本当に耐えた、見れない見れない、スタッフさんと握手したいです。素晴らしい、ナイスマジマジ、本当によし、あ、西君遅いんだよ、さあ、よし、皆さん行きました、ジャンボさん、リノさん、あ、知ってました、ありがとうございます、天井到達しました、ありがとうございます、西君、頑張れマジで、あとは3分の1、1対1、ゴッド揃い、引きます、頑張れ、引け、見ててください、あわよくば 10% のアナザーで天井なんつった、マジで引く、あれがレベンジョーっつって言いましたね、もう水分ゼロです口の中見ててくれみんな、こっから大逆転するぞ、マジで手が震える、頼む頼む、7しか見えない、本当に7しか見えない、3は絶対に超えてくれ、超えろ超えろ超えろ、超えろ、よし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 、西君、超えろ頼む、超えてくれー、西君、さあわよくば、あわよくば、金7 10%、金7 10%、金7が 10% である、この後ありますね、この後 10%、金7、いやもう十分、これでも十分、ハーレス出てこい、引け引け、ないね、ないね、いや十分です、おめでとう西君、やった、はい、ポンポン、いや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 、こっからどんなジャッジメントが出てくるんでしょうね、どんな物語が
始まるのかな。でもやっと西君に見せ場ができたって意味でもありますしね。そうですね、うん、こう内容めちゃめちゃ強いですからね。あの 30% だけ犬です。弱犬です。なんですけどもそこからは 70% は、まあ、いいものなんです。強いものなんです。さあここでいく。さあ頑張れ。何ですか。第1、第2、第3。よし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 。これちなみにですけど、これペル自体が 15% なんですけど、超もう 7% 8% あるんですよ。だから2対1なんですよ。全部が2対1。じゃあもうペル引けてる時点で全然あるってことですね。9分の1。そしてコンボフリーズしまくりしまくり。大丈夫。9分の1を引くだけのお仕事。落ち着いて。 OK。 1個。コンボあるか。あーない。ただこれで10ゲーム戻ったんで。よし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 。コンボない。あーむつ。ラスト超ペルセポネであれ。うわー150ゲーム平均。まあ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 いいでしょう。まあいいでしょう。平均ありがとう。さあ823枚。ジャッジメント2体目。大丈夫大丈夫。パーです。キボンヌ左手で力強くいこう、うん、パーです。いこう。フラッシュ押してくれ。ない。フラッシュ出して。おっしゃ。頑張れ。強い。パーですだ。これはまた2対1で超なので。全然超もあるんです。はい。引きがたまった左手力強く、うん、いきなりレア役でゲーム数を停止してからまだ止まってる。まだ止まってる。もう取れた。一定のリズムで叩く。大丈夫大丈夫。ここで500乗せないと。よっしゃ今日カットイン。はいはい。さあ100ゲームリセット。そしてコンボフリーズがあるかどうか。ハードクイ。うまい。なかったけどうまい。まずカットイン出すことが。カットイン出すの大事。ああ大事大事。力強く。タンのタン。そういうこと。いやいや大事大事。斜め。斜め。二角でしたね。さあリセットからコンボ。よし、いけ。超えろ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 。よし、この時点で 80%。 この時点で 80%。 OK。 さあ100ゲーム乗るか。さあ100ゲームでここで示唆。ここのランプ、ね、ここのランプ、はい、継続率は青です、ね、50。へこんだとこ、へこんだとこね。あるのか。いけ。よしよし。あったあったあった。へこんだとこ。いいですよ。へこんだとこだよ。へこんだとこね。はいはいはい。いや十分十分十分です。さあ200ゲーム今日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 よよよよよよよ500ゲーム。リズムがねいつか合うから。ラスト1ゲーム、ラスト1ゲームお願い。ラスト1タンタン。まだわかんない。まだわかんないぞ。超の可能性もある。いや超ハーデスある。超ハーデスある、うん、あるから。超ハーデスの可能性も。これ超だ。超でしょ。来たんちゃうの。これどこまで続くか。揃えよ揃えよ。終わるな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 。マジで終わるな。超ハーデス来ちゃうんだよ。よっしゃ継続率乗ってる。乗ってるよ。西君ついに見せ場だ。頑張れ。絶対仕留めなあかんで。よしよしよし。カットイン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 。よっしゃ超ハーデスや。マジで超ハーデスや。いけ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 。カットイン。オッケー。いやカットイン来いよ。じゃあガチかないか。持ったね。持ったね。いやでも素晴らしいけど、まあまあまあ500ですからね。十分ですね。巻き戻すことはできなかったけど500ゲーム。はい2000枚オーバー。 OK。 うわー裏乗せなかった。2676枚。さあ何が来る。おばあちゃん普通にいるかい。ボッケー超かもしれない。超ワンちゃんかもしれない。まあ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 超犬の可能性あるよね、うん、超犬
超ケルベロスの可能性があるからね。しょうもな街ってこいつ最後の最後になんやね。確かに、いや分かるよ、確かに最後の最後ちょっと嫌だよな。知り下がりましたもんね。それやすよね。よし、よかった。でも地球が見せました。本日合わせて8300とかっすね。グラフはこんな感じです。いやもうマジきつかったけど、バーンいってこっからやっぱレギュラーに悩まされましたけど、めっちゃプラス、いやプラス、全然プラスなんで、ちょっと今日はここでやめて持ちメダル思った状態でまた次の日に臨みたいなと思います。ゴッドは引けなかったけど、またハーレスはどっかでリベンジする、うん、ああ、でちょっと今日は贅沢しようか。ほなね、食事ぐらい贅沢しようや言うて、うん、やめます、全然やめます。頑張れ頑張れ。今日の晩ご飯です。フグさんだ。フグ、フグですよ。すごい、フグ刺し、フグと豚骨ラーメン、横浜系豚骨カップラーメン、ご飯ナッポパイ。何これ、それやっちゃう、俺やっちゃう、もう決めた、もう、ね、その贅沢するっつってもポテチとパスタぐらい、ね、そうなんですよ、こだわりすぎてた。まず自分が楽しまないと。そうだね、錦君、その通り、ね。いやね、もうえってもしょうだやろ、どうせ。もう分かった分かった、ちょ、もうあこいつマジで、はい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 、何やねん、うるさいの、ちょ分かった、まさかこの顔は手元にフグを持ってる。何それ、ねえ、ちょ、何、挑発しに来てる、ねえ、何、おい、うわ、え、何、刺身、え、フグじゃない、刺身、うわ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 、うまそうやな、フグ、え、フグよね、フグだ、腹立つな、こいつ、下から行く感じ、腹立つ。ポン酢ともみじおろし余ってるんだけど、いる？いらねえよ。本当にいいの？帰るよ、黙れ。大丈夫？いやいやいや、味変できるけど。いやいや、うるさいうるさい、大丈夫？黙れ黙れ。なんかにかけたりとかしたら絶対味変わる、これ。大丈夫？え、ちょっとください、じゃあ。さてはお前、今負けてらっしゃる。やだ、ライバルですね。はい、うわ、でも差がということで、ここにて、15日目約、はい、もう半数ですね、半分が終わりましたか、はい、はい、うん、ちょっと最初の方は、うん、まあ、僕が、まあ、認識はダメだとか言ってたんですけども、うん、一緒ぐらいですね、もう今、あ、なるほど、ちょうど、はい、応援度 50%、はい、50%